故安倍晋三国葬儀に関し要した経費についての速報値を取り求めましたので申し上げます経費を合計すると12億円台半ばとなります政府は今日安倍元総理の国葬の費用について当初の見積もりより下回りおよそ12億4000万円だったと発表しました海外からの要人の接遇費に5億1000万円 警備費に4億8000万円かかったということですあの国葬から2週間余り実は明日もう一つ安倍元総理の葬儀が行われます多くの県民の皆様から哀悼の意が寄せられていると,いところです最も深く追悼の意を表する形として県民葬を取り行いたいと思っております 明日実施されるのは安倍元総理の地元だった山口県の県民層です,ううです、ね、費用は6300万円でおよそ2000人の弔問客のうち細田博之衆院議長をはじめ現職元職含めて110人ほどの国会議員が参列します遺骨の入場黙祷後安倍元総理の生前の姿が会場で流され 遺族を代表して秋江夫人が挨拶すする予定ですこれまで山口県では安倍元総理の大王子佐藤栄作元総理祖父の岸信介元総理父の安倍晋太郎元外務大臣ら5人の県民葬が取り行われています一方この県民葬に対して安倍元総理の残された 負の遺産の数々は山口県民にとっても後々誇りとなるどころか誇りを傷つけるものとなりかねないと思います共産党や社民党など一部の野党や11の市民団体、地元弁護士会などが庁位の強制につながるなどと反対しています山口県民は賛成ですね こうやっぱり地元に貢献してくださってた方なので東京でやってるのにこっちでやる必要ないそういう考えですね他の方に使って来てもらった方がは自分らにして,ては嬉しいですね実はこうした自治体主催の葬儀山口県だけではありません 大阪市ではこれまでに地下鉄や御堂筋の建設など大大阪時代を実現した関はじめ元市長など4人の市長に対し思想が行われています最後に思想が行われたのは2008年のオリンピック招致運動のきっかけなどを作った西尾正也元市長の思想当時の横山ノック府知事など3500人以上が参列しました 佐川思想いやいや佐川思想いや,いや一方1995年に行われた箕面市の思想は物議を醸しましたボートレースの創始者で政界のフィクサーとも呼ばれた笹川良一氏箕面市出身の笹川氏は市主催の協定開催に尽力し財政に貢献したという理由で名誉市民となり 公費618万円が支出され思想が行われましたしかし永久戦犯の疑いもあった人物を税金で弔うのはおかしいと一部の市民から激しい抗議がありましたお前の、っ締め,、えー、締めるならやるんだなお前。 多くの自治体で思想など公の葬儀開催に明確な基準は設けられておらず大阪市の松井市長は思想の基準を定める考えを明らかにしています市長に対して否定的な人もいるわけですからだからやっぱり思想というそういう形で儀式を行うならば一定基準を設けないと今回の国葬のようにまた同じようなことになりますから。 松井市長は現職で死亡した際などを基準として検討しているということです。